えー、こんばんは、たちでございます<手>今日はこの完成披露者会にお越しいただき本当にありがとうございます、えー、今回はあの今までとは違った若い監督と若いカメラマン若いスタッフで、えー、ちょっと新しい違った危ないでができたと思います最後まで、えー 楽しんでいってくださいどうもありがとうございますありがとうございます続きまして大下雄二役柴田恭兵さんお願いします、えー、今日はどうもありがとうございますこの映画がヒットするか大ヒットするか <laughs> 大大ヒットするか皆さんにかかってます、えー、でも安心してください 絶対ヒットしますとっても素敵な映画できました、えー、ノリノリで始まってからすぐノリノリでずっと最後までノリノリで見てくださいあっという間に終わってしまいますでも心にとっても素敵な思いが残りますそんな映画になりましたぜひ、えー、もう一回ちゃんとお金を払って劇場で。<laughs> 映画を見てください。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。続いてはマヤマカオル役浅野厚子さんです。どうもー。え？すいませんねエ。エスコートしていただいたときにマイクがしてす。すいません。はい。どうも。えー、っと、えー、きっと。 わざわざ来た甲斐があると思いますえ、あ、今度はお金払っていっぱい見てねはい,あり,いありがとうございますありがとうございます続いては町田徹役中村徹さんお願いしますあ、えー、本日は試写、えー、に来てくださってありがとうございます、えー、っと危ないでかの撮影が始まった38年前昭和61年の夏僕はまだ 20歳でした、えー、その二十歳の時初めてやった役を38年後にやるとは夢にも思っていなかったんですけど、えー、ある方曰く、えー、昭和、平成、令和とあのアニメーション以外で、えー、映画のメインのキャラクターを演じ続けたのは、えー、ゴジジララととと仮面ライダーータカとユだだけだそうです、えー、そんな2人に <laughs> 一生懸命ついてきてよかったなと思います今日はよろししくお願いします。 ありがとうございます。続きまして、長嶺綾香役土屋太鳳さんお願いしますあ。ありがとうございます。<laughs> えー、長嶺綾香役を演じ、長嶺綾香を演じました。土屋太鳳です、えー。この伝説の。横浜の伝説のこの <laughs> 横浜の地で、この素晴らしい方々とご一緒していることが本当に幸せです。 あのー、夢のような撮影でしたいよいよその世界が皆さんにお届けできるのだと思うともう嬉しくて震えますあのどうかゆっくり堪能して帰ってください本日はよろしくお願いいたしますありがとうございます続きましてステラリー役吉瀬美智子さんお願いします、えー ステラリー役をやらせていただきました吉瀬美智子です、えー、本当に撮影よりもちょっとお会いしてないメンバーが多いので撮影よりも一番緊張してるかもしれませんあの本当に短い間ですけれどもどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそして早瀬理科役西野七瀬さんお願いしますえっとあありがとうございます早瀬理科役を演じました西野七瀬です 撮影してた時から今日皆さんとお会いするまで結構時間が空いてお久しぶりなので私も結構緊張しているんですけどこの貴重な時間を皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思います今日はよろしくお願いします最後に原博人監督お願いしますえ監督の原です、えー、ありがとうございます えー、こんなにも多くのお客さんに、えー、来ていただけて本当に感無量です、えー、本当に素晴らしい作品が、えー、できたと思います、えー、最後まで楽しんで見ていってくれればと思いますよろしくお願いしますそれでは私から皆さんに質問をさせていただきます取材の皆様ここからはフラッシュ撮影なしでお願いいたしますそれではまずタチさん柴田さん浅野さん中村さんに伺います八年ぶりに 帰ってきたその思いをまずはお聞かせください、たちさん。そうですね、あの八年ぶりなんですがあの全く8年間こう空いてたっていう気が全くしないですね。<laughs> はい、つい3年ぐらい前にサラバ撮ったようなそんな感じです。<laughs> それであのこのお話をいただいた時にあのもうすぐすごく嬉しくてあのすぐやりたいとそういうふうに思いました。 さらばで本当にさらばなんじゃないかと思ってた人たちも多いと思うんですけどね。はい、僕もそう思ってました。<laughs> 柴田さんはその八年ぶりいかがですか。い本当に年、えー、を取ると次に渡すのがとっても早くて、<laughs> えー、僕も三年ぶりの感じがしてあ、これ通ってます？大丈夫ですか？聞こえてますね。<あ>はい。あの。 しさんと会えるのが本当に楽しくてもちろん徹君あっちゃんに会えるのもとっても楽しくてこの4人がそろうと本当に最強だなっていう感じがしてあの実家に帰ってきたようなそんな感じで始まりましたはい撮影をしてみてもやはりすぐに時は戻るものですかたしさんはもうまんま高山で。はい、<laughs> 僕も ままんま、えー、セクシーおうしたなので <laughs> あんまり何、うん、だろう役作りとか、ええ、そういう準備は全くいらないんです、うん、トトロロ君ははで <laughs> もう全然役作りすごい役作作りりすすしししてててままよかただだ爆発してるだけ <laughs> <laughs> じゃあその浅野敦子さんあの変わらないねって皆さん言われる中でさらにパワーアップしたねって言われるのが浅野さんじゃないかと思うんですけどいかがですか8年ぶり。<laughs> えっと羊と結婚しそうになってたんでちょっとこっちにか戻ってくるのに時間かかっちゃったんで、えー、ちょっと大変だったんですけどでもまあ薫は薫ですのでえー、っとまああの皆さんのご要望の薫かちょっと不安は不安なんですけども、えー、なんとかえー あら監督が爆発させ、私はあそこまでさせなくていいと思ったんですけど、なんか監督がすごいんで、えー、若さが有り余ってんで、ちょっとえ薫、ー、のところに来ちゃいました。はいね。すいません。本当だよね。<laughs> ありがとうございます。うんはい、<laughs> 監督の要望であのシーンができたってことですか？登場シーンなんかはあ登場はそうですね。<laughs> もう盛大にあの爆発させたいなと思って。<laughs> <laughs> はい。ちょっと皆さん、この後楽しみにしていただければと思います。